いやー、ヤロさん、はい、またやってきました。撮影の時期です。コビドルの撮影です。もう嫌だなんですけど、コビドル。なんでですか？だって俺コビドルそんなあんなダメでしょ。いやもう本当に下手くそでしたね。怒られるだけやもん、コビドルとって。いやもう本当に、僕はもう本当にお蔵入りにしたかったですよ。ちゃんとボケながら褒めてくれればよかったものの。いや褒めるとこないっすよ、あのニュース。おい、コビドルですか？あ、コビドルの作品。あ、もうね、いいベンチでした。この前はゆっくり休めました。ありがとうございます。ということで、はい、今回からちょっともうミッションこちらから与えます。まあ前回もコビドルはやるんですかね。やります、今回コビドル。それけどまた僕にギャラ来ないでしょ。はい。前回のが思った以上に再生数も伸びてないので。本当ですよ、コメントもね、もうね、うち実践しねえのかよみたいなね。実践しねえよっつって、はい、面白くなかったので。じゃあ今回こちら、久々の、久々のっていうか、こんな初めてですけど、しねえ、見せてください。今日の久しぶりですね、この感じ。今日のお題はこちら、でれれん、 CB 糸島の歌を作ってPV 撮影せよ。正直に、まあ、CB 糸島さんのために作ってあげて、ちゃんとした歌詞で、ちゃんとした歌詞で、ちゃんとこびる歌詞、こびる歌詞で、こぶりにまとまった CB、うん、歌を作って、歌詞を作って、PV まで撮影する。 PV？ はい、プロモーションビデオ。誰か出てくるんですか？いや、もう出演も全部ヤロウさんで、僕一人。はい、歌詞から、PV まで作詞作曲じゃないですか。はい、でも印税はこちらにいただきます。おかしいでしょ。ということで、まあ、その今回は PV を撮影するっていうことで、実践ありません。はい、実践なしです。もう実践やめてください。勝てない、まあ、前もってそう勝てないし、まあ、燃えかすで。実践は燃えかすですか？うん、もうやるということ。皆さん、今日はこの動画は実践ありません。先に言っておきます。売ってるところが見たい人は燃えかす見てください。まあ、今回ちょっと参加できないんですけれども、また出来上がりを見て。そうですね、エンディングで。次は褒められるように頑張りますよ。褒められたらギャラがもらえるかもしれないでしょ。もちろんもちろん。この前はダメだったから、はい、ダメだっただけ。わかりました。それではまたエンディングを楽しみにしてます。わかりました、はい、ということで今回の指令は CB 糸島の歌を作って PV 撮影をして糸島に CB 糸島にこびよう。はい、というわけで今日もやってまいりました、いつものお店 CB 糸島。じゃあ今日はね、こちらのお店の PV を作るということで、まあまずキーワードから思いつくことをどんどんこの落書き帳に書いていきましょう。ワードその1、まあ CB ですよ。松野に最適なベンチ、結構入ってる年季っていう、このインフミどうすか。インフミで入り口で待ち受けるやるを。あ、おっす、どうすか今日。今来たんすか？朝から100円でモーニング引いて、モーニングモーニングサービス。隠したらいいですね。いつも。ご当地マリンちゃんも開催中。
1時間1時間松野に最適なベンチ、うん、バッチリやいいっすか。曲が朝の入場曲だったら思うですね。あー、ほんとっすね。マジで朝の入場曲してほしい。朝の入場曲にしてもらうつもりっすよ。後でその交渉いかないと。もしもしで隠すダメ。よかった。ミスローはいつもいっぱい、ジュースはいまいちだけど。頑張れ、頑張れ。それはダメ。ダメ。頑張れ、頑張れ。お前らもっと金使え。ダメだ。ダメ。曲線で描かれた島は今日もにぎわっていますみたいな言うんですか。にぎわってなかったや。にぎわえ、にぎわえ、もっとにぎわえ。お食事時間は1時間近くにあるよ、巻きのうどん、うどん、うどん。冷たい、変わってきよ。俺のサインもあるよ。勝手に書いてるだけや。やるよ、やるよ、サインも頼まれた、やるよ。色褪せた漫画があるよ。新品では買ってないよ。節約、節約、やりくり上手な趣味。冬ソナの漫画があなたは見たことありますか。トゥトゥトゥヨーリーご当地マリーちゃん あなたはどちらがいいですかってしますトゥ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 怒られるご当地ミスマリー期待度で言うと泡ぐらいトゥトゥあるよ。あるよ。あるよ。はいはい。よいしょー。よいしょー。やだこのパチンコ簡単っすね。パチンコ簡単っすよ。こっからっす、こっから。やだなら
窓かまぎか必殺仕事にモンキーターン2が導入されます。いつ来る？18日朝10時オープン。皆様のご来店心よりお待ちしております。やってきましたよ。どうでしたか。まあ今回は別にあだこだ言われる要素がないと思います。お、本当ですか。楽しみです、ね、悪くなかった。編集も終わったみたいで、あ、じゃあ早速見てみましょうか。じゃあ見てください。シビシビ恋バーの略ですよ。シビシビ松野に最適なベンチ結構入ってる年季店員さんは超元気。シビシビアテラスロットワルシビピチパチニスロージュースロシンスロ47枚近代バラエティータイムレートも選べるよ。お食事時間1時間近くにあるよ薪のうどん休憩いっぱい出玉もいっぱいのシビ。糸島の綺麗な海で銀玉に溺れてみたい。ご当地水回りみんなも投票よろしくね。シビシビ今日も元気に回転です。面白かったです。なんか思ったよりダンディーな感じですね。そうですね。なんかいい思ったよりいい声でした、ね、声低いっすね。低いっすね。じゃあまあこれを持って振り込みに行きましょう。振り込みに行って CB さんに CB の朝の
サイレージで。そうですね、流してもらって、入場入場曲とか、ね、今日も元気に開店ですというところでやっぱやってるんで、うん、ああ、はいはい、じゃあまあこれを売り込んで、シビさん、まあ、今回コビドル、まあ、成功です。これはこびれたんじゃないかなと思います。これだ、実際ヤルオを呼んで、うん、何歩か詰めば歌を作ると、うん、そういう実績ができたわけですから、はいはい、まあでも、ヤロさん自身もノリで歌った歌が本当にこんな歌になるとは思ってなかったですよ。あの編集部隊の皆さんもお疲れ様です。ありがとうございました。レコーディングまでしちゃって、うん、なんか普段出さない声を出して、そうですね、僕もそろそろあのやっぱり次回CB に行くときにこれが流れてなかったらぶっ飛ばすね。これはぶっ飛ばしていいと思います。ぶっ飛ばしていいでしょ、ここまでやったんだから。あと女の子とイチャつくシーンが多かったですね。なんか向こうがそうやって言い寄ってくるから。しゃあなし。ないですよ。え、ない、ない、なかった。無理やり頼んでた。巻きのうどんのあの人妻もちょっと俺に来ないない、ない、ない。まああの常連のおばちゃんが僕に連れて一緒に沖縄の海を打った。めっちゃ面白いことがあって、あの RTC あの、はいはいはい、スペシャル魚群タイム中に、はい、僕とディレクターとそのおばちゃんが3人で並びで打ってたんですよ。でもう海なんてもうオカルトじゃないですか、うん、ジャグラーか海かみたいな。それで3人並びで打ってた。スペシャル魚群タイム始まるよとかカウントダウンがあるんですか、うん、残り16秒で、残り10秒ぐらいで僕リーチになって、うん、スペシャル魚群始まるよ10すぎプルって当たったんですよ。ちょうどちょうどスペシャル魚群じゃなくて当たって、うん、うおーってなって、でパッて隣見たらディレクターもスペシャル魚群ですぐ当たった。おーって言って、おばちゃんおばちゃんみたいな、うん、で言って、おばちゃんもプルって当たったんですよ。3人同時に店長ボタン、完全に店長ボタンはないってけど、この前インタビューで言ってました。聞いたの？聞きました、聞きました。そういう話もちょっとあったんですけど、まあ、今回のこの動画に入るかどうかまだ不明なんですけど、まあ、そういうちょっと裏側にぶっ込んだスペシャルインタビューも、あのホールの裏側に迫った店長ボタンがあるから、本当は条例にあだ名つけてんだろうとか、そういうみんなが気になるようなところをね、絶対つけてるでしょ。まあまあちょっとそれはまた、いや見た後だからね、多分これ日の目を見る日があるのかどうか、あ NG, う、ね、NG 的な部分もあるんで、じゃあ DVD 化された DVD 化された時に特定映像で、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。今回はギャラ僕の取りもあるでしょう。まあ今後、ギャルオの萌えガスト、コビドル、お金さえ出せば曲も作るよっていうスタンスでやってますんで、ちょっとぜひうちの歌を作ってほしいっていうね方をこちらのアーティストの方までぜひぜひご応募ください。直接俺の番号とか載せたらかかってくるかも。ダメ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 。